スというとですね、ちょっとネガティブなイメージお持ちの方も多いのではないでしょうか。でもですね、実はその概念を覆すべくアラブの魅力をたっぷりと語ってくださる3名が今日は集まっています。それでは1人ずつご登壇いただきましょう。まずはニューズピックスでアラブの今がわかる中東特派を担当している川端隆さんです。皆さん大きな拍手でお出迎えください。さあ、川端さんは元外務省ということで普段聞けないような話も期待しています。続いては日本と世界をつなぐビジネスコミュニティ越境会会長石田和也さんです。お願いします。素晴らしい笑顔での登場ありがとうございます。さあ、最後3人目はアラブ圏を中心に撮影するフォトグラファー山畑俊樹さんです。さあ、彼はですね、なんとまだ早稲田大学在学中の学生さんでもあるんです。ということでですね、今ちょっと私から簡単に紹介はさせていただいたんですけれども、せっかくですので、こうお三方から自己紹介ご自身でお願いしたいなと思います。ではまず川端さんからお願いできますでしょうか。おはようございます。ニュースピックスの川端と申します。今回のイベントで、実行委員会の方から、このトークイベントもですね、これで、ちょっと登壇者をアレンジしてほしいという依頼などもらいまして、やっております。ニュースピックスというですね、主に、スマホアプリとかを中心とした、経済ニュースなんですけども、そちらで私は、記事を書いたりしております。で、アラブとの関わりなんですけれども、もともと、すみません、携帯の機器もともと私、東南アジアが専門で、そのイスラム圏との関係とかがありましてですね、3年前に、アラブに行きまして、そこから結構アラブの魅力にはかなり虜になりました。で、今、ニュースピックスでその中東読解というコーナーをやってまして、まあ、アラブの今が分かるというので、連載をしておりますので、またよろしければそちらを見ていただければと思います。それでは今日よろしくお願いします。お願いいたします。それでは続いて、石田さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。石田和康と申します。よろしくお願いします。私は中東、北アフリカの、アラブ圏の国々に結構頻繁に行っておりまして、いろんな国の、魅力も、光に対して影の部分もたくさん見てきました。で、20年ほどですね、いろんなそちらの方面の国に足を運んでいるうちに、だんだん愛着が湧いてきて、アラブ圏を愛するようになりまして、でそういったいきさつで、こういった場に立たせていただいてます。で、越境会という会を運営してまして、メンバーで、あちこちいろんな国に、足を運んで、現地を実際肌で感じてくるということをやっております。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。それでは山畑さん、お願いします。おはようございます。山畑俊樹と申します。僕は今写真家として活動しているんですけども、先ほど紹介いただきましたように今早稲田大学で学生として勉強しています。で、僕のアラビア圏との関わりはですね、4年ぐらい前に遡るんですけども、初めてヨルダン、パレスチナを旅行してから大体半年に1回ぐらいのペースで現地を訪れています。今はヨルダンでスーダン人の難民のについて取材をしております。で、今日は一つお願いします。ありがとうございます。ちょっとここまで硬いのかななんて思っている方もいるかとは思うんですけれども、お話聞いていくと本当に驚くような日本とのつながりとかもありますので、ぜひ皆さん前の方に集まって、前の方にどん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 、はい、一体感出していきましょう。いろいろとやり取りもね、したいと思うんです。そうなんです。この後後半戦では質問も皆さんから募集していますので、ぜひそちらもお願いします。ということで、では早速ディスカッションも入っちゃいましょうか。よろしいですか。はい、はい、ではですね、まず1問目いきます。アラブ諸国の中で特に好きな国を書いてください。アラブ諸国の中で特に好きな国を書いてください。さあ、ではですね、皆さん質問なんですが、アラブ連盟には21カ国が加盟しています。この21カ国すべて言えるよっていう方いらっしゃいますか。来たら嬉しいなぁなんて思いつつ、そんなわけないですよね。そうなんです、私もちょっと UAE、オマン、
エジプト、モロッコ、ああもう終わっちゃったっていう感じで、もうすごい数飛ばしちゃってですね、今日は私はこの3人に21カ国すべての話題を出していただけたらなぁなんてちょっと勝手に期待もしていますので、ということで書き終わりましたかね。さあそれではここから8分間のトークショーが始まります。きっかりとですねタイムキーパーがどこかにいるので計らせていただきます。それでは川端さんから発表お願いします。私はオマーンが一押しの国です。はい、でまあ、オマーンですね、まずどこにあるのっていうのがありますけど、日本から行くとですね、ドバイまで飛んで、そこから乗り換えるとですね、40分ぐらいで離陸したら着陸するぐらいになっちゃうんですけども、オマーンというのはまだ非常にこう素朴なアラブが残ってると言われる国です。で今ですね、中東の中で昔ながらのアラブが残ってるというのはイエメンとオマーンぐらいだというふうに一般的に言われてるんですけども、まあ、今イエメンでちょっと情勢が良くないので、オマーンですね、これ今すごい勢いで発展してきているので、ぜひですね発展する前に行った方がいいなと。で特にダイビングとかやる方とかアラビア海はすごく綺麗ですし、なんていうんですかね、こう本当に昔ながらのアラブと言われるところなので、そういう人の温かみとかもあって、私はこれすごく、まあ、街も綺麗ですし、すごい、それでオマーンを初めて行ってかなりハマったなというところですね。はい、ありがとうございます。では石田さんお願いします。はい、ちょっとね選びきれないんですよ、なかなか。そうですよね、21カ国から選びきれないんで、はい、ちょっと反則かもしれないですけど2つ選んじゃいました。いますよね、こういう人じゃあサウジでしょ、まず。はい、サウジアラビア。サウジアラビアはまあそうだ、上級者向け。おお、それは旅行によく行く方の上級者向けっていうことですか。そうですね、はい。で、まあ、初級者、初心者向けに、はい、まあ、ドバイ、アブダビを含む UAE。 おー、で、私自身はこのサウジアラビアが、まあ、とにかく一番大好きですね。はい、で、なんでかっていうと、このサウジアラビアは、まあ、まず何といってもアラブの名手って呼ばれてて、もうとにかくみんなサウジアラビアを見てますよ。なんでかわかります？なんででしょう？メッカとメディナ、二大聖地抱えてるから、やっぱあそこにみんなとにかく生きてる間に一度は足を運びたい、そういう場所がサウジアラビアにはあるんですね。でそれだけのやっぱり、いろんな政治的な意味合いとか、はい、あとやっぱり世界遺産マダインサーレっていうね、もうものすごい、もう涙出るようなものすごい景色を見ることができます。でなんといってもやっぱり親日、サウジアラビア人、日本のこと、日本人のこと大好きで、はい、とにかく日本人の道徳心とか、日本人のマナーとか、はい、そういうのをテレビ番組でサウジアラビアで配信されてますけど、はい、もう大人気のもう高視聴率の番組なんですね、改善っていう番組。これ YouTube とかでも見れますけど、とにかく日本人のことをもう1から100までとにかく見習って、まあ、いろんなことをお手本にしている方々がたくさんいるのがサウジアラビア。これはもうものすごい日本人にとっては嬉しいことですし、やっぱそういうサウジアラビア人のハートをちょっとぜひ体感していただきたいなっていうんで、サウジアラビア。なんだかちょっと意外な感じもしたんですけど、ものすごいね身近ですよサウジアラビアは。日本人にとってサウジアラビアって言ったら、はい、もう石油とラクダのイメージぐらいしかなかなかわからないと思うんですよね。はい、いやでも本当に奥深い国ですし、まあ、文化もとにかく歴史も深いですし、実は触れてみるとこのいろいろなアイデンティティが日本人にものすごい近いものを持ってて、行くとなんかその愛着心湧いたり、はい、とにかくものすごいなんかふるさとに帰ってきた感がね、あるような、そんなことを感じると思います、サウジアラビアは。そうなんですね。そうちょっと長くなっちゃったけど、もう一個 UAE、はい、UAE、ドバイ、アブダビ、シャルジャーとかね、7つの主張国ありますけど、やっぱどこに行ってもとにかく、まあ、あの国、あの都市の、まあ、いろんなチャレンジ精神っていうのは日本人は見習うべきものがある、うん、何もない砂漠をこの世界の中心とすべく、まあ、いろんなものをこうやって作ってきた、やっぱりあの国のこの成長性とか、勢いとか、まあ、そういったのはもうとにかく何を見てもびっくりすると思うんですね。でとにかく治安がいい、治安がいい、もうあっちの方したら、まあ、治安が悪そうなイメージ持ってる方たくさんいると思うんですよ、うん、もうでもものすごい治安いいし、日本より全然治安いいです、でそういうところにやっぱり足を運んで、まずアラブの魅力っていうのを感じていただきたいなと思うんで、まあ、初心者向けにはまあ UAE ですね。これ絶対行ってもらいたいですよ。確かに行くべき、ね、女性としては一人旅とかもちょっとね、怖いなっていう思ってしまうところもあるんですけれども、治安は大丈夫。そう、治安はいいし、食べ物おいしいし、人々は優しいし、飛行機1本で乗り換えなしで行けますからね。あ
それいいですよね。そうで、しかもオーバーナイトフライトでしょ、はい、夜中に羽田を出発したらもうご飯食べて寝ちゃったら次の日の朝はドバイに着いているっていう、あっという間、一瞬ですよ一瞬、意外と近い、遠いようで近い国 UAE ですね。おちょっと行きたくなった方多いんじゃないでしょうか。行きたい人ドバイ行きたい人、はい、じゃみんな行きましょう。後でドバイに行くご案内しますからじゃあ後半で告知の方は後半でさあそれでは山田さんお願いします。はい、僕の一押しがですね、じゃんパレスチナです。パレスチナって思うと思うんですけど、大体皆さんですよね、やっぱりイスラエルとの紛争をしてる国っていうイメージ強いと思うんですけど、意外と旅行先としてもすごいおすすめです。というのはですね、この国本当にど田舎なんですよね。本当にど田舎で、その分人がすごい暖かいんです。なんかなんて言ったらいいかな、あの日本の田舎のような感じですかね、雰囲気としては。なんかその町に行ったらみんな知り合いで、自分がその町に行ったらどこの子に日本人がいるよって、それが知らない間に町に広がってて、でそれでこう街中歩いてたらちょっとお茶飲んだけとか言ったりとか、あとなんかご飯食べてけとかこれあげるとか言って、本当にホスピタリーがすごくいいですね。日本からだったらどうやって行くんですか。日本からと入り方が2つありまして、一つがヨルダンを経由して陸路で入るっていうのと、あともう一つはイスラエルを経由してそこからまた陸路で入るっていう方法があります。ちょっと行き方ややこしいんですけども、まあ、一度入ってしまえばすごい簡単で、かつイスラエルとの行き来は外国人は自由なので、あのパレスチナとイスラエル両方とも楽しめるっていう、ちょっと二度おいしい国でもあります。行ってみたいなと思うんですけど、はい、なんせ遠いっすよね。そうなんですよね。飛行機降りてそこから陸路で何時間、陸路でどうだろう、スーッと行けば2時間ぐらいとかなんですけども、意外と近いですね、はい、ただヨルダンの国境からだとちょっと入国に時間かかってしまって5時間6時間とかっていう、結構なんだろう、行けば武勇伝っているような国ではあるかなと思います。そうまでして行こうかなってみんなが思うようなもうちょっと小ネタありますか。あのそれ聞きたいですよね。そうですよね。っていうのがですね、あの皆さんご存知のエルサレムですか、司会実はパレスチナにあるんです。すごい、メジャーな旅行先として特に西洋人から人気なんですけども、その、パレスチナの旧市街ですと本当に石畳の街がこう続いてまして、で嘆きの壁ですとか、あとは石の岩のドームですとか、あと聖墳の教会ですとか、そういった宗教のもともとの始まりのところですとか、あとすごく信仰に関わるところがあちこちにあります。あと視界がですね、本当に人生にしたら浮いてみたい、世界一浮く海ですよね。そうです、なんかもうバタ足ができないんですよ。あの足がもう下に入んなくて水の中に立ててしまうぐらい、想像もできないですよね。いや本当に浮いてしまうんです。本当に浮いてみたい人いますか、この中に浮いてみたい人みんなで行きましょう、ね、みんなで浮きに行きましょう。そういう経験ができるのはパレスチナだけ、ちょっと一人違う経験ができる、でかつ治安もすごくいいところです。あの紛争のイメージあると思うんですけども、あのやっぱり衝突はあるところあるのはあるんですけどの、ほとんどのところはとても治安が良くて、本当に犯罪も少ないしスリもないし、人は温かいところです。それって安全な旅行に行くために注意すべき点とか気をつけることとかってあるんですかね。やっぱり夜で歩かないですとか、あとは、イスラエルの入植地があるところですか、そういうちょっと政治的に難しいところに近寄らなければ本当に普通の生活ができてしまう意外なところです。 UAE とかサウジは夜で歩けますよ。オマンも出歩けます。夜で歩いても全然安全、女性の一人歩きも全然安全ですよ。あ、本当ですか、うん、こっちの方がいいんじゃないね、ちょっとやっぱみんなドバイの方が反応がいいなというところで8分経ってしまったので、ね、次の議題に進みたいと思います。さあ続いてはですね、あのアラブで流行っている日本のものを書いてください。アラブで流行っている日本のものを書いてください。さあこの質問ちょっとハテナ飛ぶかなっていう感じなんですけれどもたまたまですね、昨日3人とお話ししている時に日本のこんなものがどこどこの国であったよっていう話を川端さんがしてくださったら、お二人からもどん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 出てきて、え、あれがそこでっていうことが結構あったので、今回この2つ目に入れてみました。さあでは次はちょっと書き終わった順番で進んでいきましょうか。先ほどのやっぱ1問目はちょっと石田さんのドバイが優勢だったので、
次は山畑さんと川端さんの熱弁に期待しつつ、では山畑さんお願いします、はい。ですね、最近大した有段なんですけども、で流行ってきてるのが寿司なんです。この漢字の寿司じゃなくてこのローマ字の寿司っていうのはちょっとミソなんですけども、はい、よくなんだろう、ヨーロッパとかであるような寿司っぽいイメージで作った寿司っていうもんですかね。どういうものでしょうか。カルフォルニアドールですとか、アボカドが入ってたりとか、はい、魚使ってないじゃんみたいなやつですとかっていうのが、最近高級レストランが徐々に増えてきて、この全面ガラス張りのレストランで寿司を提供したりですとか、うん、高層ビルのところにあったりですかっていうので、ちょっとなんだろう、贅沢な時間を楽しむのに寿司が徐々に流行ってきているような感じですね。それっていうのは生魚のお寿司は一切ないんですか？あ、もうもちろんあります。大体ネタであるのが、サーモン、マグロとトビッコですね。大体これぐらいなんですけども、それをちょっと炙ったりですとか、ソースをちょっと変えてみたりとか、あと巻いたり握ったりとかっていう細かい工夫を凝らしていろんなネタを作ってて、その3ネタだけでたくさんのメニューがひたすら回してますね。それで時々なんか白身魚が入ってきたりとか、やっぱりヨルダンとか会社の方はやっぱり湾岸と比べてはなかなか物流とかも進んでないので、そういった制限はあるんですけども、徐々にそういった外国の文化を楽しもうっていう動きが出てきてるように思います。さあ、では続いて寿司に絶対勝てるぞっていう方から聞きたいなと思うんですけれど、自信がある方からお願いします。私はこちらです。100円ショップのダイソーですね。あとは、ヨックモックがすごい流行ってます。ですね、ダイソーは今結構世界中いろんなところ出ていて、私今シンガポールに住んでるんですけども、まあ、シンガポールでも大人気なんですね。でさっき好きな国でオマーンって出したんですけども、ドバイとかですね、ああいう大都市はあるなと思ったんですが、オマーンにもあったっていうのは結構衝撃ですね。あとダイソーの社長さんって結構日本で一番やる気ない社長さんで、本人がそうおっしゃってるんですけども、まさかその海外展開で考えてなかったっていうところが結構ですね、こう日本人から馴染みのこう浅いですね、こうオマーンにもあったっていうのは結構衝撃でしたね。オマーンのダイソーは何が売ってるんですか？日本まんまそれ、まんまその、普通にそのダイソーなんとか店みたいな形で、はい、ダイソー竹下で降りてみたいな形でそのまま、はい、ショッピングモールに入ってるっていう形ですね。あ、じゃあ本当に普通にお菓子もあれば日用品もあって、はい、で値段は現地の100円ぐらいぐらいのイメージなんで、まあ日本円だと200円とか200円ちょい、250円とかそのぐらい、私が行った当時はそんな感じでしたね。じゃあ現地の方がポッて買える値段で設定しているっていう。売れ筋は何だったんですか？わかります。売れ筋はですね、なんか見てると結構なんか日用品の なんだろう、ケースとか箱とかそういうの買ってる人結構いて、あとはなんかベタベタに日本っぽいなんか祭りとか書いたものとか、それ結構飾りみたいな見てる感じ。ちなみに、はい、サウジアラビアのダイソーもものすごい流行ってるんですけど、 お酒の飲めないサウジアラビアで、はい、生ビール始めましたっていうね、そういうなんかのぼりが100円ショップで出られました。それ理解して買ってるんですよね。あと冷やし中華始めましたとか、なんか地元の人に聞いたら、部屋のなんかインテリアなんですって、自分の部屋に生ビール始めましたとか冷やし中華始めましたっていうのを飾るの、それがおしゃれなんだって。日本語がおしゃれってことなんですか？そう、ひらがなとかカタカナがおしゃれなの。あ、じゃあよく日本人がよくわからない英語の T シャツを着ちゃってる感じ。それに近いもん。そんでも売るんですね。そうそう、誰が買うんだろうと思ったら結構買ってますよ、みんな。ダイソーさん頭いいんですね。頭いいっていうか、何なんだろうね。社長さん全く考えてなかったらしいですから、よくインタビュー雑誌とかに載ってますけど、たまたま持ってったら売れたみたいな感じですかね。社員がやり始めた海外展開ってそうらしいですね、ダイソー。ちなみにひらがなとかカタカナっていうのは、はい、なんか可愛いとかおしゃれっていうイメージがありますね、向こうでは。だからあえてイギリスの会社とかが、はい、そのひらがなでブランド名をつけてスポーツ用品とか売ってたり、なんか極度乾燥しなさいっていう、ね、スーパードライとかありますけど、スーパードライって皆さん知ってます？ひらがなをあえて入れる。いいじゃない、スーパードライ。ブランド名にひらがなを入れるんですよ、ひらがな。ひらがなが可愛い。服のブランドですよね、服のブランド。スーパードライってそれで極度乾燥しなさいって日本語で書いてあるんですよ。でもなんかアラブ諸国の方がそうやって日本を愛してくれるっていう新しい反面がちょっと嬉しいですね。そうですね、これ日本人にとってはものすごく嬉しいですよ。さ
さあでは続いてヨックモック。ヨックモック皆さんご存知の洋菓子ですけども、これドバイにですねいくつか店舗があってですね、一番喜ばれるお土産の一つですね、日本から、これも中東だけじゃなくてアジアとかもそうなんですけども、もうドバイのお店、そのドバイ本店というかね、ドバイ1号店とか行くと、もう巨大モールなんかなんですけども、そこ行くと文字通り大人買いでもう何箱もその、アラブの人が買ってるというのも、まあ、やっぱりお酒が飲めない国がほとんどなので、やっぱりこう甘いものに対するこだわりみたいなのがすごくあるなっていうのがありますね。ヨックモックのこういう丸い細長いクッキーが人気なんですか？シガー、なんでしょう、シガークッキーでしたっけ、ハマキみたいな、はい、サクサクするやつですよね、はい、なんか海外の人からすると日本のお菓子って甘さ控えめすぎないのかなって私は今思ったんですけど、そんなことないんですかね、うん、甘さ控えた方がいいでしょう、向こうの人にとってすごい甘いですよね。そう、甘いものね、じゃあ控えた方がいいですよ、アラブの方々は。なんかお茶ちっちゃいこれぐらいのカップに角砂糖を4個5個とか入れて飲むのが当たり前みたいな感じで、日本のこういう洋菓子とかはむしろ健康志向の人が行ったりするっていうのもありますよね。でも上品な甘さっていう人がいるんだね。あとはね、やっぱりこのアラブ圏全体がライフスタイルがどんどん変わってきてるっていうのもありますね。成長してきたんで、所得がだんだんこう高くなってきて豊かになってきて、いろんなその文化を好むようになった。もともとローカルのアラブ料理しか食べなかった結構保守的な方々がフレンチも中華もイタリアも和食も食べるようになってきてるんで、ここ数年でやっぱりだいぶそのライフスタイル変わったと思いますよ。確かにドバイに行くと世界中の料理が食べられるって噂を聞いたことがあって本当ですか？ドバイに行くと食べられないものはないんじゃないですか？おお、本当なんですね。でもちょっとやっぱ寿司と言っても寿司みたいなでもね、数年前と比べたらだいぶ美味しくなりましたよ。本物志向がかなり強くなった部分、やっぱアラブ圏のやっぱりまだ地域差っていうのがあるんですかね。そうですね、最近だとラーメンなんかもね、だんだん普及してるそうで、日本のラーメン、確かにラーメン人気高いですよね。さあでも最後は石田さんの答えもいいですか、はい、僕もちょっと食べ物なんですけど、芸者ツナ何ですか、これ、これ知ってる人は知ってますよね、芸者ツナ。知ってる方いらっしゃいますか？芸者ツナ知ってる人手挙げて、あー、さすが、結構いらっしゃいますよみんな僕の友達ですけどねこれはサウジアラビアとかクウェートとか、はい、主に湾岸諸国でスーパーマーケットの一番目立つ場所に置かれているシーチキンですね。芸者ツナっていうのはどんなシーチキンかっていうと、普通のシーチキンです、味は一緒なんですね。一緒でもツナ缶のラベルに芸者のイラストが書いてある。これは現地の人に聞いたら、日本人が朝ごはんで食べてるシーチキンだと思い込んで、はい、みんな買ってると。値段はだいたい1缶100何十円ぐらいで、はい、そんなに高くないですし、他のシーチキンと変わらないんだけど、うん、日本人が食べてそうなシーチキンっていうのが肝なんですよね。なんでかっていうと、日本の食事っていうのは安心安全でヘルシーなね、見た目も綺麗っていうイメージすごい強いんで、はい、そういう日本人が食べてるようなものを食べたいっていう人たちのハートをくすぐるすごい優れた商品なんですよ。作ってるのはどこの企業？これ作ってるのが残念ながら日本の会社じゃなくて、東南アジアのタイなんです。タイユニオンクローズンっていうね、タイの上場企業がこの湾岸諸国向けに作って、芸者ツナっていうのは芸者とか富士山のイラストが描かれてるシーチキンなんですよ。これでも今日本にビジネスチャンスがあるってことですよね。あるでしょうね。で、現地の人はどうやって食べてるんですか、そのツナ缶は？普通に生野菜の上に乗っけて食べたり、食パンに挟んで食べたり。結構日本と同じような感じで、日本と同じような食べ方ですね。ただ現地は日本みたいにドレッシングがそんなないじゃないですか、まだ。生野菜生野菜たくさん食べるんだけど、野菜にかけるドレッシングがまだまだやっぱり少なくて、だいたいホテルとか行くと塩コショウとレモンかけて食べるんですけど、まあこういうシーチキンとかを野菜にのっけて食べると味も美味しくなるしね。あ、うん、しかも芸者ですよ、芸者芸者とシーチキンくっつけるところがなんかすごい発想だなと思うんですけど、こういうのがアラブ圏ですっごい受けてる。ちなみにその芸者の意味とかは分かって買っていらっしゃるんですかね？日本の美人、女優とかそんなイメージで分かってると思いますよ。質問がアラブ
アラブで流行ってる日本のものでしたけど、はい、日本っぽいものです。日本っぽいもの。だってダイソーもそうじゃん。日本っぽい。メイドインチャイナで全部。まあ、中身ダイソーはね。日本の会社。最後ちょっと勃発したところで時間が来たので。時間ってますね。そうですね。では最後ですね。これで3問目いきます。アラブ諸国でびっくりしたことを教えてください。現地でびっくりしたことを教えてください。もうね、今までの話で私からしたらダイソーだ、芸術なだ、十分びっくりだったり、最初のその治安が結構どこの国もいいですよっていう話とかもびっくりだったんですが、この3人なら本当にもう開いた口が塞がらないような話をしてくださるのかななんて思ったら、早速ちょっと山畑さんは髪を変えていますか、何が起きたんでしょうね。ひらがなを書き間違えました。さあ、そしてですね、ただいまこれ前半は間もなく終わってしまうんですけれども、また午後後半戦として皆様から質問を受けていきたいなと思っております。で、その質問はアラビアンフェスティバルの Facebook に投稿できるようになっておりますので、ぜひまあこの前半終わってからですとか後半前にまた投稿の方お願いできたらなと思います。結構あの打ち合わせ中とかはその結婚事情とか食事事情とか、本当にあのガイドブックではわからないような話がどんどん出てきていたので、結構あのコアな質問をしてみたら面白いんじゃないかなと私は思いました。でまたね、もし旅行に行きたいなってちょっと計画している人とかは本当に詳しい情報も聞けるチャンスですので、ぜひ投稿の方お願いいたします。さあ、書けましたでしょうか、いかがでしょうか。意外と皆さん迷っているんですかね。考えてますね。ただ結構行き過ぎててもびっくりしたことが分からなくなっているっていうこともありえそうですよね。ですよね。だって川端さんはシンガポール在住ですし、石田さんはもうドバイとかでも何20回とかでしたっけ。ドバイは多分50、50回とかですね。そんなに行きます。山田さんはお休みのたんびに。そうです、夏休みとか春休みの長期休暇のたびにって感じですね。ね、これ多分学生の皆さんもね、山田さんのように頑張ればそういうことができるっていう。結構友達でもやっぱり夏休みのたびに旅行行ったりとかって人もいて、はい、うん、やっぱり時間があるんで学生はそういうのをやっぱりあの楽しく使っている人が多いかなと思いますね。うん、ありがとうございます。それでは3人かけたようなので最後は石田さんからいきましょうか。はい、お願いします。やっぱりびっくりしたのは、はい、世界一の高層ビルですね、ブルジュカリファ。なんかちょっと普通なの来ちゃった気がするんですけど。普通でしょ、普通って思ったかもしれないけど、やっぱ色々考えた結果やっぱり世界一はすごいですよ、なんだかんだ言って。確かに。でしかも世界一の高層ビルっていうだけじゃなくて、はい、このビルが作られた場所は、はい、20年前は何にもない砂漠、何にもない砂漠に世界中の技術の結晶で、もう数年間でこの世界一の高層ビルを作ってしまったっていうこのねストーリー、この世界一の高層ビルも驚いたんだけど、そのビルを作ったストーリーがやっぱりすごいですね。ドバイショックっていう金融危機も乗り越えて、で世界中の企業の技術の結集で作った、そんな砂漠のど真ん中に作られた世界一の高層ビル、ブルジュカリファ。これを見たら、はい、人間できないことはないってみんな思うと思う。誰もがやってやれないことはないなと、うん、だそういうような自分の心を持ってものすごい燃やしてくれたのがこのブルジュカリファが完成した瞬間でしたね。これの建設プロジェクトがね決まった時に、はい、何もないその砂漠に行ったんですよ、建設現場に、はい、で穴掘られて杭が打たれて世界一の高層ビルをここに作るんだっていうふうに建設会社の人が言ってたの、はい、できるわけないでしょって思ったんですよ。ほとんどの人がそう思うわけ多分、はい、できたとしても誰が使うんだろうって思うわけ、砂漠の中に高層ビルを作って。でもそれが数年間経ったら本当にできてしまったし、1円の価値も生まない何もなかった砂漠に
今ものすごいたくさんのお金が世界中の人が集まってじゃんじゃんお金を使うような街に変わってしまったっていうこの成功ストーリー、これがもうものすごい、もう背筋が震えるほどのインパクトがやっぱありますね。これは絶対みんな見た方がいい、見た方がいいっていうか見なきゃダメドバイに行かなきゃダメよこれ、ブルジュカリファに登らなきゃダメ、これで俺はやれないことは何もないなって絶対思うから。確かに概念は変わりましたね。概念は変わりました。行きました？私も行ったんですけど、あの上に登って一番びっくりしたのが周りが全部砂漠なんですよね。そうなんですよ、まだまだ何にもない砂漠なんで、はい、これからいろんなことが起きるんだろうなっていうのやっぱり想像力をかきたてられるし、はい、これはもう本当にね、とにかく一度見た方がいい、見るべき、登るべきブルジュカリファに登りたい人、はい、じゃあ後でご案内送りますねご案内渡しますからね、はい、営業入りましたさあでは続いてどっち行きます？はい、お願いします。2つ悩んだんですけど、石田さんがちょっとドバイネタに寄ってるので、ちょっと違うネタに、ちょっとドバイネタも考えたんですけど、じゃこれですね、あのリトルインディアですね、これオマーンに行った時にそのインド人の方がすごく多くてですね、あのこういわゆるダウンタウンと言われるその昔からの街の方ですね、そっち行くともうほとんど真ん前インドに来たみたいな感じで、あのインド人の人すごく多いんですね。そこ行くともうなんかインド料理屋があったりとか、あのあとは結構宝石とか金とかを扱ってる人たちが多いので、そこに行くとここはインドっていうぐらいのインド人率っていう、中東全体結構多いんですけども、その前にそういうところがあって、はい、ここはすごく聞いてはいたけど行ったらびっくりしたなっていう思いましたね、うん、日本にある中華街みたいな感じですか？あれよりもインドっぽいっていうか、なんかインドまんま切り取ったような感じで、本当にインドの人と、はい、まあ、地元の人はもちろんいるんですけど、そういう場所でしたね、ちょっと金買いましたけどそこでお前は金が安いって言われてるんで、そういうのは観光ガイドの本とかには載ってるんですかね？あ、載ってますね、はい、そうなんですね。じゃあ、結構普通に行けます。なんとなく身構えちゃうところなんですけども、行ってみるともう全然普通で、迷ってるとどんどんみんな教えてくれて結構楽しいと思いますね、そこ、はい、なんか世界一の高さの次だと皆さんの反応がちょっとあまりよろしくないようですけどもっと売り込みポイントないですか？売り込みポイントもっと欲しいですよね。そうですよね。売り込みポイント、そしたらもう一つのあ、書いてありますか？一応なんか今日はそういう文化的な話をしようかなと思ってそういう話をしたんです。はい、インパクト言ったらこっちかなと思うんですね。スキースキー、砂漠の中でスキーしませんかっていうことなんですけども、これはあの、あれですね、ドバイにあるドバイモールっていうところにですね、あのスキー場が入ってるんですね。あ、エミレーツモールです、エミレーツモールですね。そこにあのスキー場が入っていて、そこに行くともうあのみんなスキーやってるんですね。その中で、ショッピングモールの中でスキーができるという設備があって、やっぱり砂漠の国のイメージというのはすごい強いので、ここに来るとやっぱり作れちゃうんだなっていうのはやっぱりその力強さみたいな感じますね。ドバイもうね、あのオープンから十数年経ってるんだけど、いまだにやっぱ大行列ですね、スキードバイは、うん、スケートもありましたよね。スケートはあちこちありますね、なんかあんな暑い国でもじゃあ雪も氷も全部自家製で、人工雪、うん、意外ですね。それはちょっと惹かれる方多いんじゃないでしょうか。砂漠でスキーしましょうっていうまあでも日本人からしたら日本でいいかなっていう感じなんですけどまあでもその衝撃は見たらこうまた夢を持てるっていうところですかね。では最後、山畑さんお願いします。はい、じゃあ僕もちょっと文化的なところで、婚約は突然にって書いたんですけど、映画のタイトルのような、あの向こうの人って多分日本人とちょっと結婚の感覚が違うと思うんですよね。で、僕はあの1年ぐらい前からあのヨルダンであのスーダン人の難民の方の取材をしてるんですけども、でそこで ある家族とずっと一緒に暮らして、でそこが奥さんと旦那さん、あとちっちゃいお子さんの3人家族なんですけども、奥さんの親友がスーダンから出稼ぎにヨルダンにやってきて、でその家族と一緒に住もうってなったんですね。でそれでその家族はムスリムなんですけども、でその友達もムスリム でイスラム的にはちょっとその未婚の男女が一緒に住むっていうのは好ましくないんですね。
で、その奥さんの親友タグリードって来たんですけど、が独身の女性で、でそしたら旦那さんがどういう話を持ちかけたかというと、ちょっとイスラム的によろしくないから結婚しないかって言うんですよ。自分の奥さんがいるのに、えってなると思うんですけど、それを奥さんには一切話をせずに勝手に奥さんの親友と話を進め、で、ある朝それを僕に言ってきたんですね。俺たち結婚するわって言って、で、何の冗談って言ったんですけど、いや本当にってどういうことって言ったら、もう結婚するって言って、イスラム的には、ね、一夫多妻制 OK なんですよね。で、それで奥さんに話したら、え、本当なのって言ったら、うん、そうだよって言って、え、どう思ってんのって言ったら、うん、すごい嬉しいって言って、なんで嬉しいのって言ったら、親友と家族になれるなんてこんな嬉しいことはないって、そう、なんかすごい感覚が違いますよね。嫉妬とかないんですか？で、なんかしないみたいですね、全然。嫌ですよね。すごい変な感じがして、でそれで奥さんの親友タグリードに、で旦那さんのこと好きなのって聞いたら、まあ、あよ結婚の後に来るからいいかなっていうふうに言ってて、ちょっと違いますよね、結構ね。なんですけど、その翌朝になんかその旦那さんと奥さんの親友タグリードが喧嘩して、すごい些細なことなんですけど、それでやっぱ結婚破棄でって婚約破棄でってことになって、なんか本当にちょっと口約束って感じで婚約しちゃうんだなっていうところですね。でもそんなだと本当に結婚離婚がすごい多発してきそう。意外と離婚率高いっていう風に聞くんですけど、本当に思ったのが、一途って文化なんだなって思って。あ、日本は一途なんですかね。一途なんですかね、どうでしょうかね。湾岸の方でもそういう感じですかね。結構一夫多妻制ってあるんですか？最近は少ないですね。もともと一夫多妻制っていうのは、なんか旦那さんを失った未亡人の方がやっぱ多かったから、それをなんかこうやって救おうっていうんで一夫多妻取ってるらしいんですよ。昔からちょっと争い事が多かった地域なんで。でも所得の制限がね、確かあるんですよね。なんか奥さん3人4人って養う方はそれなりのやっぱ所得がこうって段階があって、最近はその一夫多妻がだんだん減ってきてるようですよ。全員平等に扱わないっていいけないんですよね。そうそうそう、すごい単純な話だと、なんか1人目の奥さんに50万円のもの買ったら2、3、4番目も同じ扱いしないと、それは奥さんにそのベンツ買ってあげたら4人の奥さんに全部同じベンツを買わないとダメなんですよ。例えばでもこの子が一番好きだからちょっとひいきとかないですか？それは許されるしとかですね。じゃあ1人にしたらいいじゃんって思っちゃいませんか？だいたい最近は1人の人が多いらしいですね。なんかどこの地域も結構やっぱり一夫多妻制は経済的に苦しいっていうのもやっぱりあって、文化的にも結構晩婚化も進んでるみたいで、やっぱり奥さんの数が減ってるみたいですね。あと基本はやっぱお見合い結婚ですね、基本は。両親の紹介とかで一回お見合いをして、でそれでまあ馬が合えば結婚するっていうパターンが多い。特にサウジアラビアなんかはね、婚前恋愛禁止なんで。ダメですよ。禁止って、じゃあ恋愛しちゃったらどうなっちゃうんですか？だから結婚しなきゃダメですね、基本的に。その後どんなに仲悪くなっても、だから今サウジアラビアでは出会い系サイトが結構流行ってるんですよ、お見合い用の。で、僕サウジアラビア人の友人にそのスマホの出会い系サイト見せてもらったんだけど、サウジアラビア人はそのアバヤっていう黒い民族衣装を着るじゃないですか。で、目だけしか見せてないでしょ、だから出会い系サイトのプロフィール写真見てもみんな目しか見えない。目力がすごい、相当みんなもう気合い入れて化粧とかしてね、プロフィールが載ってますけど、見せてもらったらそんな感じでしたよ。結構伝統的にはあれですよ、なんかこうやっぱりその女性は女性だけで集まってお茶会とかをやるので、そこで未婚の若い女性とかはそこにいるもっと自分の年齢の高い女性、結婚している女性に対してどんな自分がいい女性かっていう振る舞いをするっていうのが、でそこでその旦那さんの例えば部下とか知り合いとか親戚とかを紹介してもらってお見合いをするっていう、そうね、やり方があるんですよね。結構ヨルダン、パレスチナの方と恋愛結婚も結構普通にあって、そこはちょっと違うかなと思って。多分地域によって違うんですね。やっぱり地域差があるんですかね、決まり方が。早いな。早かったですね。大丈夫ですか？言おうとしたらチンチンだ。せっかくなんで最後何か一言石田さんあります？やっぱりサウジアラビアが一番そのイスラム教に関しては厳格なんじゃないですかね。だからやっぱり、まあ、他のね、今山田さん言ったように他のやっぱ地域ごとでやっぱ全然違いますよ、いろんな習慣も文化も。であと湾岸諸国の民族衣装って女性はその黒い洋服を着るじゃないですか、布をかぶるじゃないですか、
あれはよく勘違いされてる日本人の方いるんだけど、あれは別にその女性を差別してるわけではなくて、なんか大切なものを守る文化っていうのがやっぱりあの地域にはあるんですよね。だからダイヤモンドとかゴールドとかは黒い布に包んで引き出しの奥にしまう人たちなんですよ。だから女性は大切なものだから、この守らなきゃいけない、安全に守らなきゃいけないっていうんで、女性が黒い服を着るようになったっていう、そういう言い伝えがあるそうですよ。いい話でしょ。うん、でしかもあれ結構ね、涼しいし、夏は冬は暖かいんですよ。すごい暑そうですけどね。涼しいんですよ、あれ。布がそういうなんか風通しのいい布でできてるものなんで、で一緒にサウジアラビアに行った人たちなんかはやっぱ女性があれを着て、なんかすごい着心地がいいですねっつって、涼しくて気持ちいいですよって言ってましたよ。やっぱりじゃあもう旅行っていうのは行ってみるだけじゃなくて、実際にそう体験したり歴史を探ったり現地の人と触れ合ったりってしないとわからないことがたくさんあるんですね。でもほとんどそうでしょうきっと。じゃあちょっと後半戦でそこあたりもっと掘り下げていきたいなと思います。はい、さあそれではもう時間が押してしまったので、前半戦はここで終了とさせていただきます。川端さん、石田さん、山畑さん、ありがとうございました。後半は何時からかご案内してもいいですか。はい、後半はですね、12時45分からになります。12時45分から後半戦となりますので、それまでの間にアラビアンフェスティバルの Facebook ページに質問がある方は投稿してください。で、お昼ご飯を、ね、食べていただいてね、いろいろお店があるんで、はい、その間に、その間ちょっとまあここでまだステージでショーもあるんですけれども、まあ、食べたり見たり質問したりして過ごしていただけたらなと思います。で、まあ、個別に質問ある方は名前直接書いていただいてもよろしいので、ぜひぜひお願いします。さあ、それではディスカッション以上で締め切らせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。12時45分ですね。はい、12時45分からになります。はい、またお会いしましょう。はい、会いましょう。